ゲロバトラクスは、ペルム紀前期に、北米に生息していた、名馬、アツナワキシーモクに属する陸性の絶滅量生類。学名はギリシャ語で、古代のカエルのイ。種商名は、化石を発見したチームに参加していた、古生物学者、ニコラス・ホットンにちなむ。ユービメとムビメを結ぶミッシングリンクと目されている。本属は1995年に、 テキサスで出土した全長11センチメートルの一体の化石のみが知られている。その後国立自然史博物館に所蔵されていたが、2004年にカルガリー大学のジェイソン・アンダーソンに再発見され、2008年に記載された。ムビメ、ユービメ、分シーメの特徴がモザイク状に混在している。ムビメとよく似た平たく軽量の頭骨を持つ。 上角器官も無語類のそれと類似していた。遊ビ目のように頭骨と尺骨、頸骨と皮骨を有する。無ビ目ではこれらは融合して一本の骨となっている。歯と脊椎は無尾目、遊ビ目双方と共通性を有していた。椎骨の数は無尾目、遊ビ目の中間である。また太い尾があった。分子時計による研究から、 ムビメとービメとが分かれたのは石炭気候気であろうと言われていたが、両目の共通祖先であると考えられる本種の発見によって、その時期はもっと遅いと考えられるようになった。カルガリー大学の研究チームによる形態学的研究では2億7500万年、ないし2億4000万年前であろうとされている。ただし本種が共通祖先そのものではなく、 そのグループの依存種である可能性もあり、年代の変更に慎重な態度を示す論者もいる。原生量生類の起源について、無比目、有比目は分子目から分かれた禁煙なグループであり、無足目だけは離れた系統であろうという説がこれで有力になった。ありがとうございます。